ベルギー、デンデルモンデのバヤールの彫刻。バヤールは、フランスの話題を扱った武君子、武勲誌、女子誌などに登場する魔法の馬。その不思議な力として、有名なものに、乗り手の数によって、体の大きさを変えるという能力があるとされる。バヤールは、赤毛に、黄金の心臓、狐の知恵を持つとされている。 12世紀の古フランス語の武君子、英文公の4人の子らにおいて、バヤールは、ルノード・ドモントー・バンの相場として登場する。作中では、バヤールは、英文公の息子、ルノーをはじめ、ルノーの3人の兄弟たちを同時に全員背に乗せ、かつ上気を一した速度で走ることができる。物語、後半、ルノーはシャルル・マーニュへの幸福条件として、バヤールを健常させられてしまう。 そして、シャルルマーニュは、バヤールの首に大きな石で重りをつけて、川に沈め、殺そうとする。だが、バヤールは、重りの石をひずめで破壊すると、森の中へと逃げていくのだった。その後のブクニシでは、バヤールははじめ、ルノーの相場となる前に、ルノーのいとこである文子によって捕獲されたという、設定がつけられていたりもする。また、トマス・ブルフィンチの作品によれば、 バヤールの入手方法は、また違ったものとなっている。そこでは、先に、バヤールを得ていた文字が変装し、ルノーに対し魔法の森にいるや聖母、バヤールは、アマデス・ドゴーラの血筋の者のだけが乗りこなせる馬である、ことを告げる。ルノーは何度か落馬するものの、最終的には魔法を打ち破り、バヤールを乗りこなすのである。また、 ブルフィンチ版ではシャルルマーニュにより川に沈められた、バヤールは何度か這い上がってくるものの、最終的には溺死してしまっている。ドイツの民衆本でもこの結末は同じで、バヤールは殺されてしまっている。モルガンテ、クルエル・オルランドをはじめとする、シャルル・マーニュのパラディンを題材にした物語に登場する。クルエル・オルランドでは、セリーの王、グラダッソが、 リナルドの持つバヤールとオルランドの持つ名剣、ドゥリンダルデを求め、はるばる海を越えてやってきている。また、バヤールは、世界最高の名馬として扱われており、その他の人物も一時的にではあるがバヤールを手に入れてはいるが、最終的には、リナルドの元に戻った。特に、バヤールとドゥリンダルデの双方、つまり、世界最高の剣と馬を入手したグラダッソは、 かなりの強敵で、オルランドは、馬の性能に圧倒され、落馬させられるという苦戦を強いられた。ただ、最終的には、自力の差によりオルランドは、グラダッソに勝利している。ベルギーのディナンの町の外れには、バヤールガンなるものが存在する。この岩には、大きな亀裂が入っており、これは、バヤールの歪めで作られたのだという伝説が、残されている。また、 同じくベルギーのナミュールには、バヤールとエーモン公の4人兄弟の像が建てられている。このように、ワロン地域は、バヤールやエーモン公の子たちの伝説と何かしら、つながりが見て取れる ?13 世紀までには、赤茶色の毛に黒い縦髪を持つ馬に、バヤールと名付けるのが慣用となっていた。やがて、バヤールは、魔法の馬という英雄的な色合いを失い、 グドンで武骨な馬へと設定が変わっていく。ジェフリー・チョーサーは、トロイ・ラスとクリセーデにおいて、トロイ・ラスの馬の名前に使っている。その他、カンタベリー物語に収録されている、親分の話、僧の従者の話などでもバヤールは登場するが、良い取り扱いはされていない。ありがとうございます。